くれるやん、ね、うん。それセラミック、うん、セラミック、うん、気をつけてよ、うん、私包丁使いあんまり得意じゃない、得意じゃないの、昔から、うん、あんまりうまくならへん、うまくならへん、うん、ちっちゃいな、刃渡りが、刃渡りちっちゃい、うん、手もちっちゃいから、どれどれ、お前え、こんなちっちゃいの手、うん、めちゃくちゃ小さい、それ何のピーマンだっけ、普通のピーマン、違う、何の料理に使うんだっけそれ、酢豚、あ、酢豚か、それ酢豚ってことは唐揚げ作るんだっけ、うん、あの普通に素揚げにして、ね、あ、素揚げにするのか、でも、うん、豚肉だけは、うん、あれする、片栗入れて、うん、そう、これ溶けてない、大丈夫、うん、大丈夫、今水分飛ばしてんの、ほんと、うん、あるほんとにこれ、春雨、うん、あるよ、ある、うん、ちょいだけ、もうちょいだけ水分、うん、まあ、どうせでも冷ましらいに水分するからな、あもう入れよう、いやちょっとでも味薄くなりそうやね、もうちょいだけ飛ばそうか、水分ちょっとだけ飛ばすわ、セブンさん水入れ、セブンさん大丈夫か、セブンさん大丈夫です、寝前してて、あ大丈夫、寝前か、うん、大丈夫って、大丈夫、めまいが、めまい大丈夫、大丈夫だって、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫、今日飲みすぎたね、ね、うん、あれ酢豚だと何だっけ、玉ねぎとピーマンとパプリカと何だっけ、あと鶏肉と、いや豚肉、あ豚肉だっけ、うん、あと何だっけ、それだけ、なんかキクラゲ入れてほしいんかなと思ったけど、うんうん、まあいいかと思って、あタケノコ、タケノコ入ってるとこもあるんか、うん、でもなんか家庭の酢豚の感じにしたかったから、うん、あんまり特別な豚使ってない、うん、セブンさんはね、ツイキャスだね、配信してるね、うん、はい、ん？なんか言ってんな、大丈夫か、ええなんだなんだ、うん？どうした、頑張れ、大丈夫、大丈夫、行った、え？どうしたの、何が大丈夫、違う、何したの、風呂が詰まってたから詰まってたの、うん、ごめん、大丈夫、大丈夫です、気をつけてよ、え、ごめん大丈夫、うん大丈夫、うん大丈夫、酔っ払ってるわ、え、あ、そうなの、うん、え、溢れてた、いや、溢れてない、あ、いい匂いしてる、うん、あ、これが春巻きの中身、そう、中身に入るの、あ、いい感じ、いい、これ、水分吸うからね、うん、春巻きね、あ、まみちゃんです、まみちゃん、なんてこれ冷ますの、あ、ね、冷ます、冷ます、ちょっとせいさん、そっちで冷ますして、うん、オッケー、
置いてて、うん、大丈夫ですけど、まだちょっと伸びすぎてください。全然けど怖いから気をつけて。間に合ってますで、今乱切りします。酢豚作りようと思って、これは何ですか？酢豚のピーマン、あ、うん、パプリカ。酢豚今からやるんです、うん、そうそうそう、やばやばいよ、短時間で。そう、ちょっと待ってやばないわ。ちょっと私のとこに行って、私のとこに移ってきて、ちょっと待って。なんで？綺麗だわ。ちょっとセブンさんがさ、うん、セブンさんがコキティを冒涜してる。見て、何が見て、私のコキティを使ってる。ほんまや、 何してんのこれ。何がこれ、どうしたのこれ。別に普通に手洗い。セブンさんそれあげるから。今気づいたわ。セブンさんそれあげるから持って帰って。いや、いらないっすね。いや、あげる。私は。な、何し、私結構何してんの自分は。歯ブラシ捨てるわ。ほんまに。え、リップの？リップって何？リップって何？ノリっすね、あれ。リップって何？え、リップはないで。リップじゃないです、海苔っすね。海苔が口についちゃって。海苔ね、海苔っすね。ちょっと落ち着いて、セブンさん、ちょっと落ち着いて一回。え、あのさ、会社は、あ、コキさん、あの、好きな女の子の、ビールあるかって。お前ビール、ビールない、ない、買ってこいよ。は、なんなの。多分酔っ払ってるね、酔っ払ってる。自分で買いに行けよ。なんで俺が行くんだよ。追い出し、ダメダメダメ、うん、間違えた今の選択肢。ちょっと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 落ち着いて。なんで壊さないで、後ろ飾りもあるから。疲れてるから壊さない。あの背もたれじゃないから、それやめて、やめてやめて、これ瓶だから。うん、うん、ちょっとウーバーイーツ頼んでよ。じゃあ、あ、ビールね。いや、ビール、うん、うん、お、俺金出すわ。じゃあウーバーイーツ頼むでしょ。アイザさん、いい？ビール、ビールがないでやばいって。そんな飲むの？まだ飲んできたんじゃないの？今日止まるんだもん。アイザさん寝るよ。どうしよう、マジで無理やけど帰らしても。あー、どん作らせ。ルセイさん、ほんまにだんだんイライラしてくるよ。なんかノリがもう増して、ノリがついていけない。これね、名古屋のやり方、これ。え、名古屋嫌いになりそう。嘘、これ名古屋人、これ、悪なり。そんな以来そうなのかな。うん、あ、どちらかというと岡崎の人だから。岡崎って、そう、愛知県の。そう、愛知県岡崎市。そういうノリだから。うん、ついてきて。うん、愛知の人間嫌いになりそう。愛知県だから。これ何、豚肉？うん、駒やけど、ロースが中心に入ってたから、うん、これにした。もち豚。これ何なんだっけ？え、酢豚。あ、これ酢豚。あれ、酢豚ってさ、うん、この四角いのが入ってなかったっけ？なんかそういうところもあるけど、それはあの、うん、ほら、肉の切り方やけど、うん、多分ロースやから薄切りでできるの？できる。あ、そう。うん、できる。うん、岡崎のなんちゃです。ブロックやね、酢豚ってね。まあまあ、でもこれは相沢家はこうやって作ってたんだから。いや、うち酢豚作らんねん。お父さんが来てから。 あ、そうなんや。だから私もあんま作ったことがない。あれ、作り方知ってるけど。うんうん、こんなもんかな。うんうん、いいんじゃない。ね、うん、残りが、うん、ありがとうね、この夜中に作ってくれて。うん、せいじさん昨日断ったから気にしとったし、うんうん、もう帰ってくれへん。間違えた。じゃあ私ほんまにベッド無理やねん。それは無理だ。ダメだよ、それ。マジで無理やねん。それはダメ。ほんまに帰らして。それはダメ。それはダメ。いや、ほんまに私潔癖やって言うてるやん。すいません。え、もうマジで無理やねん。これは本当すいません。それはあかん。それはあかん。え、あのさ、うん、それはあかん。
じゃあベッドさ、うん、全部買い替えてな。買います。ベッド買います。それはあかん。でも疲れちゃって。うん、疲れてる。え、マジで無理だわ。すいません。うん、ほんまに無理。あかんで、なんか悪い癖出てるわ。俺悪いかな。うん。え、聞いてからやってよ。それな。いいですか、ベッド寝て。うん、え、絶対無理です。うん。俺もそこまでやらへんわ。疲れてるもん。うん、疲れてる。体調悪い時って、なんかパニックになるじゃん。うん、なる。時、ごめんや、うん、寝ちゃった。うん。ごめんなさい。え、ちゃうねん。あのさ、はいはい、またさ、100歩譲ってさ、誠司さん。うん。あの、掛け布団のカバーの上で寝るんやったまだ。まあまあまあ。なんで入ってるの。確かに。入っちゃった。入っちゃった。それ謝って、ちゃんと。うん、それはあかんね。いや、私マジで、うん、だからベッドルームしかないところに他人入れるの嫌やね。すいません。酔いすぎやわ、ちょっと。いや、酒飲んでないっすね。飲んでない、はい、今日お酒行ってきようので、すいません。なんでこんな悪乗りするんだろう。すまん。ほんまに無理よ。テンション上がっちゃってる。大阪来てる。いや、テンションってか、相沢さんがめちゃくちゃ好きでテンション上がってる、うん、上がっちゃってる、うん、相沢さん、僕のこと顔は嫌いっすか。嫌い。いやでも全部無理。じゃあどういう人がったん。じゃあセブンさんと俺どっちが好きなんだよ。そのセジさんに。バーバーが絶対こちらがイケメンだと思うけど。え、俺なの、うん、マジで。セジさん、ちょっと僕並べてもらっていいですか、うん、ここに。どうやって。あんまこの内亀に。内亀で。内亀で。そんな変わらんと思う。同い年だっけ。同級生。同級生。そんな変わらんと思う。同級生顔のあの、ブサさは、うん、大丈夫。いや、セブンさんイケメンだよね。カメなんだよね、同い年。楽しんでます。楽しんでる。僕なんかやりすぎ。大丈夫。これ以上やると相沢さん怒る、マジで。あ、そっかそっか、それはマジで怒る。でも、ごめんなさい、これは本当に。せっかく作ってくれてるから。そうですね。じゃあ、うん、何作ってるんですか。黙ってて。はい。もうマジで私が機嫌直るまで喋りかけんの、お前。絶対に。すいません。おお。その頃で。ダメだよ。落ち着いて、もう座ってて。もう何もせんでいいから。じゃあじっとしてください。うん。カロリーメイトでも食べてていいから。カロリーメイトじゃん。これ食べて。それダメ。カロリーメイトだったら多分大丈夫。あいささん、これカロリーメイトいいっす。何を食べようか。カロリーメイト。いいよ。はい。それだったら。じゃあいただきます。うん。黙ってて。座って。一気食いでいいですか。一気じゃなくて、ゆっくり。お前、ボロ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 こぼすね。落ち着いて。座って、まず。てか、暑ない、この家。暑ない。俺だけ。俺は暑い。暑いよね。じゃあ、エアコン入れよ。エアコン。エアコン入れよ。暑いわ。せいさん、はい、大変なことを見た。何ですか。気づいたら、ええ、俺の枠、うん、2800円。全く俺いないのに、ね、ここに。大丈夫ですか。嘘でしょ。じゃあツイキャスの人も気になるんだよ。あ、まあそういうことですね、うん、どれだけ俺が気づくかってことですね、うん、だってうち今4600人いるもんだって。2つ合わせて約1万人。1万人いるから。あーと、相沢さんの枠がね、相沢さんの枠は見てるか。相沢さんの枠は、400人ですね。400人ね。ゴミみてぇな。いや、こっちが取れ高あるから、しょうがない。そう、言わない、そうやって言わない。違う、放置だから、放置枠だから。そう、放置枠だから。うん、いらん、いらんこと言うからね、セブンさん。何連れてきたん。人生ミスったかも。いや、私さ、うん、旦那やったらさ、うん、ニコニコな、うん、やるけど、うん、帰ったらもうほんま口利かん感じやで、うん、これ、うんうん、分かる分かる。なんか、うん、なんかもう後輩でも、うん、部下でも、あの、うん、上司でも、うん、一応ニコ。あ、俺が旦那で、そう俺が旦那か彼氏で、うん、泊まれて、こんな泊まれて連れてきたらもう口利かんレベル。いや、じゃあ普通にもてなすけど、うん、もう帰った後が地獄やで、うん、地獄、うん、俺が、うん、もういい加減にせよって。いや、いい加減にせよとかじゃなくて口聞かない、しばらく喋らんといてって言う。マジで、うん、怖っ。よかった、俺と相田さんが付き合ってて、はい、俺の友達を連れてきたセブンさんで、はい、手だったらもう口聞かなくなるって。セブンさんみたいな行儀悪い子は。いや、でも、まあ、でもそれまでちょっと配信やっちゃってるから。ちょっと落とすちゃだけっす今。ちょっとお前さ、春雨に入れたらもうほんまに口聞かない。あかんね、殴られるかと思って。
これめっちゃ怖い。いや、落としただけです。こっち。もうファールやから、これ。これ、もう一個どこへ、ちょっと。ファールやから。やばいって。ちょ、マーミちゃんらすか、どんつく。もう一個どこ行った？いや、あるって、普通に。いないやん。さっき食べた。あ、食べた？食べた。進めるよ。うん。料理やってあげて。料理ね。ひっついた。ああ、くっついた。あとでやるわ。もうあれ。くっついちゃった。仕方ない。酢豚やで、これ。酢豚。の豚。豚。豚肉。これ豚肉。細切れ。うん、粉もついてる。酢豚やね。適応がいいわ、やっぱり。なんかさ、うん、私のこと好きって言うてくれてるからまだ我慢できるけどさ、うん、ほんまにさ、セブンさんでしょ。まあまあアメリカ育ちやっていうのを、うん、まあ譲っても、うん、やばいでな。やばいと思う。うん、やばいと思う、うん、だいぶ今でも汚いか、うん、まあいいわ、うん、仕方ない、そういう人もいるから。高カレーで持ってないんだよね。家置いてきちゃった。相沢さん持ってないです。持ってるよ。あ、貸しまっていいです。ちょっといや、高カレー、これさ、手ぶれ防止オフにしたら遠くなんじゃない。ちょっとで横モードにしたらいいんじゃない。せいさん、めちゃめちゃ配信分かってるじゃん。うん、あのさ、ツイキャスの人にあんまり私の家そんなジョジョ見ないで、横モードにしたらいいんじゃない。広角やめてくれへんかな。大丈夫です、別にもう全部出てる。そしたら遠くなるでしょ、ちょっとロック解除したら。いけたっしょ、うん、充電は大丈夫。充電いけますよ。いける。何？いや、奥さんになったらこういうことやりたいなと思って。本当？油跳ねるから危ない。ありがとうございます。今日の作業です。ありがとうございます。ラスト。肉に下味をつけてるよね。つけてる、うん、これ酢豚まだ途中だよ、これ。うん、そう。ただブロック肉がなかったんでね、スーパーにね。いや、ブロック肉じゃなくて、うん、わざと豚小麦にして、わざとやってます、うん、わざと。あの、家庭料理やから、うん、見てる人が作るし、そう、家庭料理わざと。あ、失礼。お肉丸めません。火が通らないでしょ、丸めたら。うん、これでもできるんだって。酢豚は味が酢豚だったらいいんだって。うるさいな、もう。柴田がすごい湧いちゃってるよ、これ。ちょっと跳ねるかも、うん、いいや、もう作ってもらってるんだからさ。ガタ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 、うるさいな、もう。うん、いいや、味が全てだから、味が全て。うん、いいじゃん、俺が美味しければ。うん、人参は入れない。入れない。うん、赤はパプリカにしたから、うん、おー、当たりあります。